第2弾。じゃあ今度はここでやろう、はい、違うよ、スライディングだから走りながらやるんですよ。じゃんけんじゃんけん。俺スライディングしたままやらないよ。自動だよ。自動。じゃんけんじゃんけん。じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。頑張って。頑張ってください。スライディングした。俺スライディングじゃスライディングでしょ。うん。えじゃあじゃあ普通本気の。うん。わかった。スライディングする。ガチのスライディングやるよ。いきますよ。野球のスライディングやるから。どっちでもいい。ああ、いった。面白い。はい。なんだこれは。待って、痛い。痛い。待って、折れた。お？やばいやばい。で普通にこけた人じゃん。感想をどうぞ。難しい。感想痛いです。痛いやだ。何のためにやっちゃう。あ、待って、痛いって。何これ、マザイで言ってんの。辛いばいな。血出ない程度にやったもん。血出ない程度にじゃねえ。お前こけた人だ。ただのこけた人だわ。いやマジで何やってんの。やばいやばいやばい。こけたわ。マジでさ、スライディングとかさ、今のはもうただのもう、ここはね、ここはね、やばい、滑んな。当たり前だろ。当たり前だろ。滑ると思ってやったけど、あ、待って、痛い。ちょっと待って、いや、この人の方が絶対痛い。絶対この人の方が痛い。この辺打った感じ。ケツ、おか腰打った感じ。お前バイトに支障出んじゃねえぞ。これさ、野球で結構これやばいからさ。二人とも痛い痛い言ってる動画になっちゃった。いやもう痛いわ。二人とも痛い動画言って。これめっちゃ真っ赤だもん、ほら。もうさ、もう安倍晋さんに関してはもうさ、もう自業自得だぜ。はい、ということでね、戻ってまいりまして、とりあえずさっき言った水野愛理ちゃんのねやつ紹介していきたいと思います。まあとりあえず三種コンね、まずよりよりのね、よりスイッチ中これで水野愛理ちゃん3種コンですね。それで3種コンいたしました。チキンダイの会場かな、まあのやつですね。これも3種コンより中引きという感じでね、揃えました。はい、あれ待ってたかな、順番わかんない。もう一つ取りたい、これでまあまあ取りたいじゃない、嘘、陸泡のこれで1種コンですね。1種コンとトレーディング大会、こっちらね、2016年9月のトレーディング大会の水野愛理ちゃんということで、水野愛理ちゃん尽くしの、あーもう一枚あった、はい、こちらですね。54位っていう、ちょっとね、まあでも先発手に入ったんで、まあまあまあいいでしょう。ということで水野愛理ちゃん倒しのレオじゃないですけども、はい、水野愛理ちゃん倒しみたいな、購入の仕方をしたレオでした。バイナラ。